空をリポート、空リポ、気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いします。田中さん、今日ははい、久しぶりにアイスコーヒーを飲みましたけれども、はい、暖かかったですよね。はい、そうですね。もう日差しのぬくもりを今日は感じられましたよね。はい、今日の最高気温は新潟市中央区で 18.3 度、はい、長岡市で 17.3 度など、今日は昨日と比べて全県的に4度ほど気温が上がりました。ましたね。はい、でただですね、今日の小春日和からは一転して明日は荒れた天気となりそうです。明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日は日本海のこの低気圧から伸びる寒冷前線が次第に県内付近を通過していく見通しです。このため県内は雨の1日となるでしょう。またですね、寒冷前線が通過した後は寒気が流れ込んできますので、はい、午後は大気の状態が非常に不安定となり、雨雲が発達するところもありそうです。はい、では明日の雨の降り方を見ていきましょう。こちらは明日の朝6時の予想です。ご覧のように明日は朝からあちらこちらで雨となるでしょう。動かしていきますと、午前中は各地で雨、そして午後も雨が降ったりやんだりのお天気となるでしょう。またですね、午後は雷を伴って雨足の強まるところもありそうです。また夕方から夜にかけても雨が降っていきそうです、ね、はい、はい、そうなんです。はい、そして明日の夜、雷が発生する確率を表したものがこちらなんですけれども、はい、明日の午後10時、夜10時の予想で、佐渡や下越の沿岸部はこのようにオレンジ色の表示、発雷確率が高くなっています。このように明日は遅い時間になるほど、大気の状態非常に不安定となりますので、はい、特にですね、お帰りの時間帯は、落雷や、竜巻などの激しい突風、また氷などにも注意が必要です。天気急変という可能性もあるわけですね。はい、そうなんです。はい、さらに明日の午後は風も強まりそうです。はい、明日の風の予想がこちらです。オレンジ、赤と色が濃くなるほど風が強いことを示しているんですけれども、明日の夕方6時頃は沿岸部に西寄りの風がこのように吹きつけてくる予想となっています。明日予想されている最大風速は陸上で12メートル、海上では17メートル、瞬間的には台風並みの強い風の吹くところもありそうです。台風並みですか。はい、風にも警戒しつつ、今日が暖かかった分、はい、明日はより寒さ対策した方がいいですね。はい、その通りですね。はい、はい。